肩り合いとは、もやうことで、共同とか、共同生産を意味する言葉であったが、生産形態の変化に伴って、寄り合いや、共同生産の意味合いを失い、複数の個人や法人がグループを組織して、一定額の金銭を払い込み、定期的に一人ずつ順番に、金銭の給付を受け取る、金融の一形態を指すようになった。沖縄県や鹿児島県奄美群島において、 本土における頼もしくを、無人口に相当する相互扶助システムとしてこの名称が残り、沖縄ではその他、寄り合いとも呼ばれる。飲み会の資金拠出のためといった小規模なものから事業の運転資金調達といった大規模なものまで様々なものがある。仇合い長仇合いは、親族仇合い、職場、学校などで行われる友人仇合い、または 親睦かたぎ合いとして行われる場合や、事業者同士の高額かたぎ合い、または、金融かたぎ合いとして行われる場合がある。沖縄では未だ一般的なものであり、特にネガティブな印象が強く持たれるでもなく、複数のかたぎ合いを掛け持ちしている例も珍しくなく、かたぎ合いには信頼できる友人の存在が不可欠で、あるといった意味もあり、むしろ人間関係を図るバロメータと見られる。また、 飲み会の口実として用いられることも多い。2008年から2009年現在、一般個人の仇合いの場合における掛金は、文献によって若干の幅が見られるが、通常5000円から3万円程度である。例えば毎月1万円の仇合いを10名で行う場合、全員が1万円を出し合って10万円にした上で、入札や、くじ等で受け取る人を決める。 これを一巡するまで毎月行うのだが一度金銭を受け取った人は1万円ではなく1万千円を払うことになる。加算する千円は利息に相当し受け取る順番が後になればなるほど金額が増えていく。なお飲み会の口実として仇合いを行っている場合は無利息も珍しくない。しかし中には 相互扶助の目的から大きくかけ離れた離職目的の仇合や仇合の責任者が金だけ集めて雲隠れする詐欺的仇合が現れたり仇合が破綻して企業倒産や破産者が続出するなど現在に至るまで沖縄県では大きな社会問題となっており民事訴訟に至る案件も少なくないなお2012年現在でも文具店で カタギアイ帳が販売されているほか、銀行の書類にも、カタギアイの金額を記入する欄があるという。2020年から2021年現在のコロナ禍においては、カタギアイへの参加が原因とみられる、クラスター発生などもあり、自粛やリモートでの実施など、そのあり方が問われた。古くは、琉球王国の小慶王の時代、1733年の九日で、その記述が見られるが、 これは、微光貯蓄のことであり、貧窮者救済の意味があったとされる。無人口を意味する、仇合いの発祥は詳しくは分かっていないが、18世紀以前から行われていたようである。仇合いは労働力の提供、共同生産、農産物など食料品などを対象とするものであったが、貨幣経済の発達に伴って、金銭の拠出による無人口の形態へと変遷していった。 日本本土では1915年に無人業法で取り締まりが開始されたが沖縄の片着合は構造上この法律で取り締まれないものも多く1917年に沖縄県が別途片着合い取り締まり規則を交付して監視に当たったこの取締まり例は1930年代まで続いていたとみられる明治時代には各地に銀行が設立されるようになるが 一般庶民には遠い存在であったほか、当時の庶民に馴染みのあった氷菓子は年利にして安くとも24%、さらに30%、40%とは当たり前であったといった背景もあり、庶民向けの金融制度としての地位を確立したと見られる。中には営業化して無人会社に成長するものもあった。戦後は金融機関の復興が遅れたために、 片似合いが再流行したとも言われ、1971年には、県内で1000万ドル以上の規模で行われていたと、見られている。沖縄文化史時点では、新規事業、建築、土地購入、進学、旅行等アロール、資金調達の手段として利用されているとされている。なお、海外移民を行った沖縄人は、移民先で融資を受けることが難しく、家族の呼び寄せ、 企業資金などにこの肩合いを利用した。文献によれば2008年現在もこの復習は続いているようである。2020年に世界的に新型コロナウイルス感染症が流行した際には狭いところに人が集まると感染リスクが高まるという理由から当時の玉木デニー知事が肩合いを控えるよう要請した。また、 韓国でも同様の自然発生的な相互扶助システムである。刑が現在に至っても盛んである。沖縄国際大学の波平佐尾は日本本土では廃れている。このシステムが21世紀に至っても韓国及び沖縄で未だに見られることは隣国であると同時に似た社会基盤を持つためがゆえかもしれないと考察しているが、この日本においても完全には消滅していない。 山梨県の飲食店では、無人用に貸し出すサービスも存在しており、相互補助システムは一種の余興としても、携帯を変えた制度として到着していることが見られる。ありがとうございます。